皆さんこんにちは、ニコラ TV のゆってぃとまなみです。お願いします。今回はまなみちゃんのメイク直し用のメイクポーチを紹介していきたいと思います。はい、お願いします。早速お願いします。あれ、バッグじゃなかったんだ。あれ、バッグ持ってきちゃった。バッグじゃないです。バッグじゃないんですか。メイクポーチ、ニコラ TV。私のメイクポーチは今日はとりあえずこのやつとバッグの中に入ってます。すごい可愛い。はい、これはこのポーチはニコラの付録なんですけど、 B%とコラボしたやつです。私も持ってます。持ってる。可愛いよねこれね。すごい可愛いですよね。メッシュだからすごい、ね、可愛い。めっちゃどこにあるの、靴が分かる。とりあえずこの中にちょっとヘアピンとかもあるので、とりあえずここ入りますよね。めっちゃ入る。大容量。一緒一緒。なんか優柔不断だから、なんかなんだろう、持ってないと心配になっちゃって、あ、うん、もしこれがなかったらどうしよう。なかったらそう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 です。本当そうです。あ、同じですね。同じです。これもしかしたら使うかもしれないから、一応持ってこうってなったらどんどん荷物が多くなってくるんだよね。わかる。そうなんです。でこんな感じ。じゃあ少ないけど、少ないね。じゃあ一つ一つ紹介していきます。はい、これすごい可愛くて、あ、じゃあリップとりあえず紹介していこうかな。リップ6本も持ってる。これはこっちが韓国マホと一緒に韓国行った時に買ったやつなんですけど、この3本全部立つ。そう、私がこの中で一番おすすめなのはこのホリカホリカのハートのやつ。めっちゃおすすめなんですけど、すごい、ハート。そうなんですよ。近づけた方がいいのかな。全然いいし。こうこうやってやる。ビヨーン。めっちゃ若っ。とこっちはスタイリストさんに教えてもらって買ったんですけど、すごいなんか水っぽい。めっちゃ水っぽくない。でしょ？なんかリップじゃないみたいじゃない？リップじゃない。そう。冷たい。そう、冷たいの、すっごい。超冷たい。こんな感じです。そう、すごい勇気。韓国のリップは落ちにくいし、すごいおすすめ。とりあえず韓国産は発色がいいですね。それティントですか？そう、ティントがオレンジっぽい赤なんですけど、なんかいろんな色持ってますね。そう、なんか結構一つ一つちょっと違ったりしてて、結構ティントつけることが多いかな。つける？結構つけます。でも薬用リップの上から、あ、そうね、めっちゃ唇痛くなる。わかるわかる、すごいわかる。で、これは沖縄の、沖縄に連れてって行ってもらった免税店で買ったからめっちゃ安かったよ。本当は4000円ちょっとするんですけど、3000円くらい、3000円ちょっとで買えて、これもちょっと色味が薄くなった感じの色で、すごく好きです、私は。これはニコラでいただきました。クロスとか使う？クロスとか結構使う。あ、だよね。昔は結構使ってたんですけど、ティントとかなかった時は、なかった時、ああ流行ってなかった時ね。流行ってた時は、私も重ねてるんです。ベトベトするのが好きじゃないから、そう、サラッとしたのが好きで、私結構サラッとタイプ。あ、そう、なんか透明みたいなやつ持ってます。これ持ってる？これじゃないんですけど、なんかこれすっごい好きで、これとほんのりピンクについてる。そう、ちょっとディオールのマキシマイザーに入れてスースーします。リップはすごい持ち歩きますね。リップだけで。リップ結構持ち歩く？リップは学校はやっぱり薬用リップだけでしかダメだから、そうだよね、やっぱり必ず1本は持ち歩く。だよね。パッサパサになる、私冬とか。パサパサ。パサパサ大魔王になる。結構これ結構本当に。で、これも韓国マホと一緒に行った時にお揃いで買ったんですけど、すごいハイライトとシェーディングでめっちゃ可愛い。チョコちゃん知ってる？チョコちゃん、チョコちゃん知ってます。可愛いよね。私これすっごい好きで、マニフレンズが好きなのでちょっと惹かれて買いました。しかも2本セットで1000円だったから、そう、安かったの。めっちゃ安い。そうだからこれは買うしかないでしょってなって買いました。お得です。そうですね。これはニコラの沖縄の開放日で行った時にいただきました。これもすごい素顔。そう、使ってる？あ、こんな
かそれ欲しくて、なんか前のがチークアンドリップなんだけど、これはチークだけだからすごい取れにくい。そう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 、めっちゃクリームチークらしくて、なんかあの昨日公開された動画のやつにもさきちゃんが、さきちゃんがすごいリーちゃんも持ってたよね。リーちゃんも持っててお揃い、しかも色もお揃いだから。そうで、オレンジは夏めっちゃ使いやすいし、最近オレンジメイクやってます。そう、あとなんかなんていうんだろう、ピンクとかはすごい甘くなるけど、オレンジだったら何でも合うから、オレンジ結構万能。チーク私あんまオレンジ、そんな小学校の時とかはピンクがいいなって思ってたけど、最近はオレンジに魅力が分かれます。おはい、で次がプリオのアイシャドウなんですけど、めっちゃ可愛くてキラキラしてるけど、これあっち行って近くって見せたらいいのかな。オレンジっぽい。そう、すごい可愛いの、これめっちゃ好きで。可愛い、なんか肌馴染みの。そう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 、めっちゃキラキラしてて、クリオのアイシャドウはなんか基本的ラメ感がすごくて、そう私は結構お気に入りですね。マホもすごいクリオのアイシャドウ好きで、結構同じ色のものとかも持ってたりする。で、これはアレンジですね。リキッド。そうです、かけるの。リキッドは無理です。え、クリームかけるの。ペンシル。私ペンシル無理。え、そうなんですか。ペンシルもなんか怖くて、こうなっちゃう。リキッドなんかペンペンしちゃって。嘘、白目めちゃう、私も怖くて。プルプルって。そう、粘膜とかかけない、ビビリだから。私もなんかすごい太いですよ、ペンシルで。嘘、めっちゃめっちゃ違うところにめっちゃ引いてる。二重幅のところに。あーって。え、待って、え、ここ違くない？なるよね、わかる、めっちゃわかる。で、ラストが、同じくのキルシーと同じ、いただいたんですけど、キルシーの方に。これは鏡です。すごい可愛い。そう、カムチだと思われるんだけど、実はこれ、そう、鏡なんですよ。しかもなんか開けなくていいから、パッて見れるから、すごいおすすめ。うん、こういうのもすごい可愛い、ファッションも兼ねて、スッと出せる。そう、こんな感じですね。はい、以上です。すごい。でもすごい、なんか、でも結構私としてはすごい量少ないなと思うんです。量少ない？量量少ない。量少ない。量少ない、本当に。ありがたい。え、でもめっちゃリップはその気分によって変えたくなっちゃうやつだから、すっごい多分普通のこんなバッグで持ち歩く時も6本入れてるし、6本近く撮影の時も、撮影で結構リップ入りとかしか塗らないんですけど、だけど6本しか持ち歩いちゃうから、多分相当な優柔不断だと思う。ニコラ TV。 じゃあ質問なんですけど、はい、これでリップ6本持っていくんですか、それで重ね塗りとかしますか。重ね塗りが大概好きで、私もともと口紅の色がないから、なんか1本で楽しむってよりかは馴染ませて、でその上からなんか色味のあるグロスとか、あとなんかたまにさ、水分量で変わるグロスとかあるじゃん、結構。そうそうそう、自分の唇の水分量で変わるなんかオイルティントとかもあるから、そういうの重ねると結構印象変わるし、重ね塗りめっちゃ好きです。じゃあ今日の今つけてる服はどんな？これは、このやつなんですけど、めんどくさい時は1本でパンパンパンって済ましちゃって、本当にリップがめっちゃ死んじゃうので、死に、死に、なんていうんだろう、本当に血色がなくなっちゃうから大切です。はい、今この特徴になります。いや、なんだろう、色的にはちょっとはある方だと思う。あ、そうなの。色が、あの、友達と遊びに行く時、あ、友達と遊びに行く時はなんか薬用リップの上からちょっと残してさって、うん、顔とかやるの。顔は全然やらないです。やんないんだ。ノンメイクで行くんだ。ノンメイクで。へえ。なんか結構私はすっぴんとかそんなに好きじゃないから、あの、なんていうの、やっちゃう人だから、なんか友達とちょっとお出かけするときは、なんかまつげつけるからだけど、遠いとこ行くときは結構マッチングする。うん。スッピンはもう結構友達にしてない。あ、そうなんですか。結構。え、でも学校とか。あ、そう、学校だ。そう、学校はあれだから。そう。すごい。量が軽そう。軽いです。あ、でも、いつもは全然持っててないから、今日はなんかたまたま結構コテとかも持ってたし、ブラシとかも持ってて、めっちゃ毛が出てる。そう、だから今日はレアですね。すごい。いつもならほんとこんくらいしか入ってない。今日はレア。レア。レアで。レアで。レアな動画を。本当ですよ。ということで、今回は。まだ続かせて。あれ、私が年季入れる。せーの。OK、OK、OK。よし。
ニコラ TV。 ということで今回はかなみちゃんのメイク直し用のメイクポーチ中身紹介でした。感想になったかな？そっか。はい、じゃあこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。今視聴者さんにやってほしい企画なども募集しているのでコメント欄で韓国に入ってください。お願いします。じゃあ一本締めといきますか。はい、今日一本締めじゃない。よしよし、じゃあどうぞ。